はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本をご紹介しています。でこれまでに400冊以上の本をご紹介していますので、まあ、よろしければ他の動画についてもご覧くださいで。チャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらから好きなジャンルの本をご覧いただければと思います。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。 今日ご紹介する本はこちらの「物流コストを半減せよ」というタイトルの本になります。でこの本はですね、えーとまあ、企業のコンサルタントとして、えーまあ、活躍している主人公が、まあ、物流というところに注目して、まあ、企業の、えーまあ、コストを削減していくというストーリーになっています。で今ストーリーというふうに言いましたけれども、えーまあ、この本の書き方は、えー、と小説仕立てストーリー仕立てになっています。 でえっとまあ、この本の中でも書かれているんですけれども、えー、この本のユニークなところは、ですね、えー、まずそのストーリー仕立てで書かれているというところと、もう一つはその物,流との物流という、まああの普段なかなか注目しない点について、えー、着目していて、さらにその発想ですね、その物流というのは何なのか、何のために物流が存在しているのかというところまで、えーまあ、上位概念に遡って考えているというところだと思います。 どういうことかというと、まあ、その物流コストを削減せよというふうにするとですね、まあ、例えばその物流部門を一元化して管理センターを作ろうとかですね拠点を集約しようとか、まあ、そういった発想や、えーまあ、アプローチになることもあると思うんですけれどもそれだけではなくてそもそもじゃあなぜ物流が発生しているのかそして物流を管理する必要性がなぜあるのかと、まあ、そういったところまで遡って議論しているというところがポイントだと思います。 されていますでえっ、ー、とまあ面白いなと思ったのは、まあ、その発想というところでですねあのそもそも物流っていうのはまあ,あのもちろん物を運ぶという意味で必ず必要なんですけれども、えー、もし適正に在庫が管理されていれば、えー、その物流を管理する必要っていうのは本来、まあ、あまりないんじゃないかというような指摘があります。でどういうううういいいことかとか例えばあのさっっき言ったよにに物流センターっていうのが、まあ、企業活動においては、 えーまあ、あ,のあることがあると思うんですけれどもその物流センターというのはですね、えー、もしお客様が、えー、と決まったタイミングで、えー、一定数もともと決められた数、えー、注文しているのであれば実はその物流センターに在庫を置いておく必要っていうのはあんまりなくて、まあ、工場であったりとか、まあ、工場の倉庫にまあ置いておけばいいものなんですよね。 なんですけれどもそれを、えーまあ、例えばお客様のフレキシビリティに合わせて、まあ、物を管理したいとかまた、えー、将来の,その出荷見込みが分からないがゆえに在庫を積み増しておかなければいけないかつ、まあ、素早く出荷しなきゃいけないということで、えーまあ、その物流センターに、まあ、一時的に在庫を滞留させておく必要があると。でまあ、そうういいっったところっていうのは えー、もちろんあの理想論としては100%お客様の需要が、まあ、見込めれば一番いいんですけれども、まあ、それは無理にしてもですね、例えば急なトラブルによる出荷対応であったりとか、まあ、あの営業部隊がお客様に、まあ、ちょっとあの有利な条件を提示してしまったがゆえに発生する、えーまあ、プラスアルファとかですね、そういったところは、えー、ちゃんと営業部門とコミュニケーションを取ることによって、えー、在庫削減ができると。 でまた、えー、と工場部門との連携をちゃんと強化をしていくと、えー、もし工場がですね、1日で作れるような商品、えー、製品在庫もしくはあと1日加工すれば出荷できる状態になるといったような、まあ、製品在庫であればですね、もしかしたら物流センターというのは必要なくて、えーまあ、1日の,そのリードタイムを、まあ、見ておいて工場が直接出荷すると。 で、まあ、それによってですねそのコストが 10%30% 削減できるんであれば、まあ、本来はそういうアプローチを取るべきであって安易にその物流センターにまあ在庫を積み増していったりとか物流センターで管理をするというような発想は間違っているよと、まあ、そういった内容だったかなというふうに思います。ちょっとと同じことをいいいろんな言い方であの長々説明してしまいましてままたけれども まああのこの本の中で学べたところはそういった観点かなというふうに思います。でちょっとまああの残念というかもう少しあの物足りないなと思った点としてはあの今言ったようなその概念についてまああの丁寧に語られているとで丁寧に語られていてかつあのストーリー仕立てなので非常に読みやすいんですけれどもじゃあ具体的にどういった方法例えばその営業部門との連携を強化する方法とか工場との連携を強化する方法というものについてはちょっと説明がなかったかなというような印象でした。 でまあ、もちろんあの業種とかですねあの会社の規模であったりとか、えー、まあその組織の置かれている状態まあコミュニケーションの有無であったりとか、えー、まあトップ層の理解であったりとかまああの置かれている危機的な状況なんかそうじゃないのかとか、まあ、そういう状況とかですねまあいろいろよると思いますのでああのまあ、書きにくいということはわかるんですけれどもまあそのあたりはまあ自分がですねこの発想をもとに、えー、自分の会社の中で考えていくべき発想なのかなというふうふに思いました。はい え今日は以上ですでよろしければ、えー、ちゃんのチャンネル登録およびグッドボタンの方、えー、いただけますと励みになりますので是非よろしくお願いします、はい、今日は失礼します。